こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。今年最初の放送となります。どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。ということで早速今野弘明記者です。はい、こんにちは。今年もよろしくお願いいたします。といってももう1月7日そうなんですね、うん。だから今日は七草フライデーっていうのはどうですか。あ、いいですね。なんかね、早速ですけどね、七草フライデーって、まあもう早速ですけどね、うん、雪解けフライデーかなっていうのもあったんですけどね。あ、今日はね、今日はね、東京は、そう、東京昨日夜ね、夜にかけてか、はい、で夜はもう止んでたのかな、はい、お昼ですね、お昼から午後にかけて雪が結構降りまして、うん、4年ぶりでしたっけ、はい、大雪警報、大雪警報で、でもまあ大体晴れ、あの溶けましたね。そうですね、日陰以外はね、結構皆さん慣れても雪かきをね、うん、早めにしてましたね。まだ早いじゃないですか、うん、早い1回目の雪っていうのはまだ地熱がこう地面に結構熱があるんで、これ2回も3回もやるとだんだん溶けなくなるんですよね。冷えてきてね。そうなんですね。そうそうそう、昔、あ、そう、東北人なんで私も ね、そうそうか、田舎にいる時はね、1回目2回目じゃつ、あの、つも、寝雪にならないんですよね。でまだあったかいうちは地面がね、だん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 3回4回になるとだんだんこう溶けなくなっていく。どうしても関東の人間は慣れてないので、うん、そのあたりの基礎知識もないんですよ。基礎知識そうする時に関するね、うん、で3連休もちょっとなんかそんな予報も出てますから、またね、気をつけたいなと思ってます。そうなんですね、まだ1月上旬ですからね、冬本番これからですもん ね、 そうですね、気をつけなきゃいけません。ますで相場の方は、はい、ね、今年1週目第1週目第8回もありましたが、ですから今週は4日間の取引でしたけど、はい、日経平均は結局5週ぶり、これだから年末にかけて結構4週連続で上げてたんですよ ね、 ましたよね、週間ベースで言うとね、うん、日経平均株価ですと5週ぶりの反落、うん、313円安、はい、1.1%、うん、ということで、まあ、だから先週まで4週連続で上げてましたんで、まあ、その反動というところもあるでしょうし、まあ、そうは言いましてもね、年初が結構幸先良かったんで、うん、第8回がね大幅高で500円高で始まったんで、うん、2日も他のアジア市場なんかが安かった、2日っていうか2日目ですね、だから5日、1月5日2日目も、小幅高でね続伸して、これは幸先いいなと思ってたらドスンと、6日がドスンと800、昨日がね、昨日ですけど840円安しまして、相場って本当難しいなと思いましたが、そうですね、あともう一つ、まあ、ボラタイルフライデーでもいいんですね。フライデーというか今日に限った話ではなくて、まあ、そう1週間通して今日も結局日経平均は朝方300円以上320円高まであったんですよ。320円高、はい、でその後一気に下げてもう200円近く今度は下げて、だから値幅とすると今日もね520円ぐらい高値と安値、日経平均株価値幅出てるんですよね、はい、やっぱり結構ボラタイルですよね。1日で、まあ、昨日なんかだから1日で安値引きですから、昨日は844円安ね。で今日は日中値幅、こう今日の日中の高値と安値が519円、520円の値幅があったということでして、そういう意味ではかなりボラタイルな相場が続いているということなんですが、はい、ですから、まあ、本当短期のそれこそ日ばかりのディーリングやってる方なんかですと、うまくやればね、うまくやればですよ、もちろん ね、なかなか簡単じゃないでしょうけれども、結構値幅取りやすいといえば安い相場なんだと思う。でも難しいかな、でもな。そうですよね、動き激しいだけにね、そのタイミングを測れるかというと、そう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 、だからそれが腕に覚えのある人なんで、どれだけやっぱりある意味テクニックというか、はい、やはり慣れた方というか上手い方は、まあ、それなりにね値幅も取れる可能性がある相場だとは思うんですけれども、はい、ただそうは言ってもね、方向性がもう一つこうはっきり、全体としてのね方向性、一日の値幅は大きいんですけど、もう一つ方向性が定まってない感じもあって、上に行くのか下に行くのか、なかなかちょっと読みにくいというのが、うん、今週の相場だったような気もしますね、はい、最初の始まりの時はね、これちょっと上行けるかなという気もしたんですけど ね、 ね、意外に早く、まあ、2万9000か3万円も、近いかもしれないっていうふうに感じさせる大発会だったんですが、はい、そう甘くはなかったという1週間であります、はい、そうですね、というのも結局その金利がね、やっぱりアメリカで年初からまたじわじわっとというか、だいぶこう一気にというかな、上がってきましたんで、1.75 まで来たのかな、アメリカの長期金利がね、はい、ということですから、去年の春にもつけた 1.77 っていうのがね、うん、最近、ね、去年以降の一番高い10年、うん、はい、アメリカの長期金利だったんですが、うん、もうその近いところまで来てますんでね、うん、FOMC の議事要旨が発表になって12月に行われたやつの、それでだいぶ中身が高派的だった、高派だったということですし、実際、まあ、インフレ圧力はね引き続きだいぶ強い状況ですし、
また足元で原油もじわっと上がってきてますし、オミクロン型のオミクロン株の拡大でいろいろ人手不足感なんかもまだ強いようですから、そう考えるとインフレ圧力は簡単には収まらないでしょうと。で一方で、これはまあずっと物価上昇圧力は続いてるんですけど、ただ一方でそうは言っても雇用がもう一つ戻ってないんで、FRB としてはそう簡単に金融の正常化っていうのは簡単じゃないでしょうと、そう急げないでしょうという見方があったんで、まあ、実際 FRB もそういうスタンスだったと思うんですが、ただここに来て雇用もだいぶ ね改善傾向がはっきりしてきてますから、で今晩ですね、間もなくあと何時、はい、4時間ぐらいですか、雇用統計がね発表されますけれども、それで12月の数字がまた強く出るとやっぱり一段とねアメリカの金融政策の正常化というのは、だからなかなかこう難しいんですけど、順番としてまずはテーパリングが3月に終わりますと、これはもう規定路線ですけどね、でも場合によったらそれと一緒にもう同じくもう3月にも最初の利上げがあるんじゃないかっていう人も中にはね、かなりタカ派的な見方の人はねされてますし、まあ今のところ規定路線ってまだ6月がメインなのかな、で5月っていう見方も結構ね出てますし、もう3月っていう見方も結構少なくなくなってきてます、最初の利上げがですね。であとその後の問題はもう量的緩和の縮小の逆、もう量的引き締めっていうところまで、もうだいぶこれもそう遠くないんじゃないかという見立ても出てますよね、出てますが実際、FOMC での議論もそういう議論になってるというのがもう確認されましたから、アメリカも利上げモード、あるいはそこから金融引き締めモード一段とはっきりしてくるということなんだと思いますが、でそれを警戒して、アメリカもね、だから年末にかけて、あるいはそうだな、ダウ平均なんか最高値一回取ったんですけど ね、 そうですね、ですから、まあ、ある意味最高値ですからアメリカも、はい、アメリカはか、アメリカ、まあ、ヨーロッパもそうなんですよね実はね、年初にドイツの、ダックス指数だったり、フランスのキャック40だったり、これも過去最高値、年始に取ってましたから、そう考えるとまあ欧米は最高値圏からのまあややちょっと揺り戻しといいますか、利益確定の売りなどでちょっと足元はぐらついて上値が抑えられたという形になってますが、日本はちょっとね、まあもちろん水準的には全然最高値とかっていうレベルではないんですけれども、まあちょっとやっぱり中国なんかに引っ張られてますかね、あるいはでもそうは言ってもね、これ物色指数だけ見てるとなかなか今週ね上値重かったんですが、かなり物色の中身はドラスティックに変化してまして、相場の中身がね明らかに変わってきました。でこれまでは去年まではだから基本的には成長株、グロース株中心の物色、まあアメリカがリードしてた形ですけども、アメリカ市場がでガーファに代表されるような銘柄がね、高 PR で成長性の高い、まあ成長性が高くて高 PR っていうのが買われてたのが、ここに来てそれが一転して、そういった銘柄が売られてその逆、だからバリュー株ですね、割安株、低バリエーション、低 PR だったり、あるいは利回りが高いとか配当利回り高いとか PBR が低いとか、いわゆるこれまであまり意味がなかったような投資指標、バリエーションがかなり非常に意味が持つようになってきたというのが特徴ですね。だから考えようちは相場がもう変わってきて、これまでの去年までの金融相場から業績相場に移行するんだというふうに考えれば、 PR とか PBR とか配当利回りで評価するっていうのが当たり前ではありますよね、流れとしてはだから非常に分かりやすいといえば分かりやすいんで、今週日本株にとって非常に重要なセクターである自動車セクターなんかがだいぶ見直されているというのは、まあ日本株あるいは日本の経済全体にとってもね、まあ非常にいい環境、いい兆候なんだと思いますしね、これがまあ今年一つ流れとしてどう強くなっていくのかどうか、そうですね、というところが焦点でしょうね。ある意味基礎的な流れっていうんでしょうかね、今日あたりでもね、7日続伸、日本郵政とかね、日本製鉄とかね、年末からずっと通してね、今日で7日続伸してるんですよね、昨日なんか800円安してるのにそれでも高かったんですよね、そういう銘柄もあると、これは間違いなくもう中核、いわゆるバリュー株の中核中の中核のような銘柄で行くんですから ね、いわゆるゼロ一銘柄とか含めてですね、そのあたりが買われているというところが一つ特徴的には動きとして挙げられました、今週の1週間の動きです、ね、3連休前ですから、まあ、3連休明け、11日から東京マーケットスタートですけど、来週も4日間の取引ですけど ね、この流れがどう続くのか、それとも変わってくるのか、そこ注目ですね、まあ、大きな流れは続くんだと思いますよ、今年になってね、やっぱり金融相場から業績相場という流れは間違いないんだと思いますが、頭に入れておきたいですね、はい、今野記者でした、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場ですが、お電話をつないでお送りいたします。
今日を見て明日を読む。今日の相場を振り返り、企業情報、海外市場を分析し、相場のヒントを探る。明日の投資に役立つ株式投資の羅針盤。今日の株式、明日の株式。平日月曜から金曜の午後4時30分から。それでは今週のゲストをご紹介いたします。ブーケドフルーレット代表の馬渕春吉さんです。馬渕さん、はい、今年最初のゲストということになります。どうぞ本番もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。年末年始、ね、どのように過ごされたかっていうの馬渕さんとても気になるんですけれども。気になりますか。そうですか。そうです、ね、ちょっと最初に伺ってもいいですか。どんなお世話。はい、もちろんです。年末はですね、はい、紅白歌合戦を見まして、はい、で私ミーシャさんが大好きなんですけど、彼女が大鳥でしたね。そうですね、はい、それでうちの次男坊はですね、藤井風さんが大好きで、はい、一番最後の曲が2人のデュエットだったんですね。そうですよね、しかもですね、ちょっとプライベートな話になるんですけども、後ろでトロンボーンを吹いていた一人が、はい、駒野いつみというミュージシャンだったんですが。駒野いつみさんですか。はい、あれストックボイスもご縁がありますよ。あ、そうですか。あのジャズ EMP アット東京フィナンシャルストリート2021にあの出演していただいた駒野いつみカルテットの駒野いつみさんですか。はい、フロントマンなんですが、実は彼女は、はい、あの僕の妻の母方のいとこの娘なんですね、はい、で小さい頃から知ってるの。あ、そう、お付き合いあるんですね。はい、はい、いつみちゃんがあの藤井風とミーシャと一緒に共演してるよとか言うので、はい、すごくいい年納めでした。すみません、個人的な話で。でもちょうどですね、その駒野いつみカルテットをはじめジャズ EMP の12月に開催されたライブの模様っていうのがストックボイスの YouTube で見逃し視聴という形で今も配信されてまして、はい、ストックボイスのトップページに見逃し視聴というバナーがあるんですけれども、ここをクリックしていただくと、はい、馬渕さんもご親戚の駒野さんのそのアーカイブをご覧いただけます。はい、うちの妻も、はい、あの早速拝見しまして、アーカイブを。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、でこの鈴木智美さんって人は綺麗な人ねっていうふうにうちの妻は言っております、はい、そんないいです、ね、年始だからってそんな、ありがとうございますお気遣いいただきまして。いやでもあの他にも様々なバンドがアーカイブでありますので、ぜひとも馬渕さん、はい、また楽しんでいただけたらなと思うんですけれども。はい、ぜひぜひ、はい、なんかそのなんかそんな楽しい話題をありがとうございました。なんか嬉しいです。いや、とんでもないです。じゃあさようならとか言って終わりじゃないですね、はい、そんなムードになってますけれども、馬渕さんにご出演いただくからにはやはり今年最初の放送ですし、2022年の展望、しかもグローバルマーケットの見通しをお願いしたいんですけれども、まずはポイントを挙げていただいてもいいですか。はい、はい、ちょっと暗い話も入ってて申し訳ないんですけど、はい、あの今年2022年の前半は世界的にちょっと株安、それから外貨安で円高になるのかな。ただ後半はそこから改善して株高外貨高に転じるのかなというふうに考えています。前半と後半とで変わるわけですね。はい、で前半なぜそういう株安とか、はい、それからリスク回避のために円高的なことを見込んでるかというと、はい、6つほどちょっと警戒している要因があるんですね、はい、で1つ目はアメリカのテーパリング量的緩和の縮小です。でテーパリング自体は織り込まれてるよと思ってる方多いと思うんですけど、今までのアメリカの企業とか投資家の行動って緩和を前提にしている、ちょっと緩和付けという言い方をしてるんですけど、それがあるので緩和が変化すると企業や投資家の行動が変化するのかなと思っています。はい、これは詳しくはまた後でお話しますけども、お願いします。はい、はい、2番目はテーパリングをするということはアメリカの金利が上がる、でアメリカから外に出ていたお金がなかなか外に出なくなるということで、逆に新興国からアメリカにお金が逆流してしまうんじゃないか、はい、と新興国の資金繰りが苦しくなったり、新興国通貨安が起こったり、新興国の経済が傷んだりする恐れがあるというのがあります。はい、3点目は
中国リスクと言ってるんですけど、はい、中国に関するいろいろなリスクがあるんですね。これもちょっと後で詳しくご説明します、はい、4点目は日本、アメリカ、ヨーロッパの景気って悪いですかというと今でも回復し続けています、はい、ただその勢いがちょっと衰えてるのかなというふうに思っていて、まあ、それは、はい、コロナで落ち込んだところから大きくリバウンドしたのでそれが一巡してしまっていて仕方ないことではあるんですけど、ただ景気の回復の勢いが衰えると、うん、ちょっと PR 高くても買っていいやっていうところにアメリカ株のような状況がちょっと厳しくなるかなと思います、はい、5番目はいわゆる供給側の要因によるインフレですね、はい、なかなかこう人手不足が解消しない、そうすると賃金が上がってしまってインフレになるとか、僕はなんちゃって脱炭素って言ってるんですけど、なんちゃって脱炭素ヨーロッパで脱炭素とは言って車は全部 EV にするんだ、はい、電気自動車するんだとは言ってますけど、今すぐ全部電気自動車になったわけではなく、はい、それから電気ってどうやって作るんですかっていうと発電の時に炭素出したりしてるので、あれってなんちゃって脱炭素だよねと思ってるんですけど、はい、そういうふうに今でもエネルギーはそんなに減ってない、使用量が減ってない一方で、ガス炭素って言われると原油とか天然ガスを生産している業者は俺たちの業界の未来はないよねって思うわけですね。とあまりそういうエネルギーを取らなくなってしまうので、エネルギーは相変わらず同じように使っているのに取る業者の意欲をくじいている、はい、すると需給が逼迫してエネルギー価格が上がっちゃうよね。ヨーロッパなんですけども、はい、ドイツで去年政権交代がありました。ありました。メルケル政権から3党連立になって、うん、ドイツの政権もちょっと弱体化してるのかなって感じがある上に、今年の4月ってフランスで大統領選挙があるんですね。で僕はマクロンさんが再選されるとは思いますが、はい、一部の世論調査で支持率が下がってるとかいう報道もありまして、うん、そうすると今まで EU の主軸になっていた独仏が政治的に揺らぐという話になりますと、ちょっと暗い影が落ちるのかなと思ってます。そうですよね、 EU はやはり独仏の連携というところが根幹にありますもんね。そうですね。で今6つ挙げたんですけど、はい、例えば今最後に挙げたヨーロッパの政治がちょっと動揺したからですね、世界的に株が下がるのって言われてしまうと、はい、それだけでは下がらないと思うんですね、うん、ただこの6つが並んでいっぺんに出てくるということになるとか、はい、今ご説明した1番と3番、はい、アメリカのテーパリングは緩和付けの企業や投資家の行動を変えるとか、中国リスクっていうのはちょっと大きいのかなと思っていて、その2点をですね、ちょっと詳しくお話したいなと思っています。はい、例を挙げていただきつつお願いします。はい、で最初のアメリカのテーパリングなんですけども、はい、まあ、テーパリングするとか最近は利上げが早いんじゃないか、もしくは量的引き締めが早いんじゃないかっていうことが騒ぎにはなってますけど、でも連銀ってそうするよねっていうことはみんな最初から思っていたはずなんですね、はい、だからそんなに大したことないよっていう方もいるんですけど、ただやはり投資家企業の行動が気になります。でその例を挙げると、まず最初にグラフをお持ちしているんですけども、はい、それをお示しいただけると、はい、こちらですね、このグラフの中で実践の折れ線で証拠金債務残高って書いてあるんですが、これは信用買いの金額です。で右の方で最近去年の3月がピークなんですけど、はい、信用買いの前年比がとても伸びていて 72% 前年比で増えたので 1.7 倍以上になったんですが、でそれと同じぐらい信用買いが増えた時期、左に丸が2つありますけども、一番左の丸が IT バブルの時ですね、はい、で次の丸がリーマンショックの直前なんです、はい、でこれ頃に並ぶほど信用買いが膨張して株価を支えたんですね。このグラフのもう一つの線は、はい、株価 SP500 の前年比なんですけど、ブルーの線ですね、すごく似た動きをしてますね、はい、今後テーパリングで金余りが減ってくると、お金を借りて株を買う信用買いが衰えてきて、はい、実践がもっと下がっていって、そうすると破線の株価の上昇率も落ちていって、いずれマイナスになるかもしれないねということを気にしています、はい、でこれであるとか企業の行動という点では、はい、2番目の図表があるんですけども、こちらですね、自社株買いの動向ですね、はいはい、これアメリカの企業はどこからお金を持ってきてどこに使ってるかっていうものの2つの例を示してるんです
んですけど、はい、一つは社債を発行して投資家からお金を借りる、もしくは金融機関からお金を借りている額なんですね。これがプラスだと借り入れている、マイナスだとお金を返している方が多いということを意味するんですが、で2000年の頃からずっと長期的にグラフを取ってますけども、ほとんどの期間でプラスですね、はい、つまりアメリカの企業はお金を借り続けているということを意味します。はい、一方でもう一つの線は、株式を発行して投資家から受け取った金額から自社株買いをして投資家に返した金額を引いてるんですね。で引いたものがマイナスということは自社株買いの方が多い、つまり結論だけ言うと、アメリカの企業ってお金を借りて自社株買いをしてきたんですね。でテーパリングで、もしくはその後の利上げとか量的引き締めでだんだんお金が借りにくくなってくると、うん、自社株買いをするお金も減ってくるんで、そうなると自社株買いが減ってしまって株価に悪影響を与えるということが心配になります。ある意味アメリカの企業の動向次第って言えますね、マーケットは。そうですね、今ね、自社株買いって大体、投資家別に見ると、はい、買いの半分ぐらいを占めてるということになるので、半分も占めてる自社株が減るというのは、そうですね、やはり株価にとって打撃だと思います。そこら辺ちょっと追っていきたい数字だなと思うんですけれども、合わせてリスクとして挙げていただいているのが、はい、3番目として挙げていただいた今度は中国ですね。はい、はい、で中国のリスク何がありますかというと、一つは景気減速ですね。で中国の経済統計でそれを見てもいいんですけども、はい、まあ、ちょっと面白いかなと思って見ているのは、オーストラリアって中国が輸出のお得意様なんですね。そうですよね。オーストラリアが鉄鉱石、銅鉱石、石炭というものを輸出しています。でグラフでオーストラリアから中国向けにどのくらいの金額を輸出しているのかという棒グラフを持ってきているんですけども、はい、で最近で輸出がボコッと落ちたのは、2020年2月なんですね。はいはい、でこれはコロナショックです。そうですね。でその後ずっと輸出が増えていって、去年の6月まで大きく伸びたんですが、はい、そこから減ってきてるんですね。そうですね、はい、だから中国の景気が悪化して、うん、鉄はあんまり少ないよね、銅もあまり作らないよね、じゃあ鉄鉱石や銅鉱石買えないよねっていう風になってきてるのかなっていう心配はあります。ただ中国の景気って減速してもマイナス成長になるようなことは考えられないので、はい、それぐらいで大丈夫じゃないのっていう気もするんですが、別の、要因としては、中国の民間部門って借金が多いんですね。はい、でそれを取っているのが、次のグラフです。次の図表ですね。はい、はい、でこの実践は民間の非金融部門、これは家計、家庭と金融機関以外の企業の借り入れ金を取って、それが GDP 経済の大きさに対して何パーセントあるのかという比率で見てるんです。はい、で右の方でかなり上がっちゃってるんですが、今 220% 経済の大きさの 2.2 倍もの借金を抱えているんですね。はい、でアメリカでリーマンショックの前、あの時も借金がとても多くて、それが住宅バブルが崩壊して住宅ローンが不良債権になって大変なことになったんですけど、当時のアメリカってどのくらいの借金がありましたかというと、同じ民間非金融部門で GDP の 1.5 倍だったんです。はい、当時の、借金付けが大変なことになったアメリカより今の中国の方が債務が大きいということになります。で、中国についてはそれだけではなくて、はい、この他例えば米中関係ですね。そうですね。南西諸島の問題とか安全保障問題をめぐる対立であるとか、はい、共同富裕ということで、はい、中国政府が結構不動産とか株式とかいろいろな富裕層向けの産業を叩いているので、まあ、そういった不透明要因もありますね。そうですよね。結構全世界的に、まあ、年始から2プラス2日米で行われてますし、あとクアッドみたいな、はい、クアッドみたいなその連携ですね、包囲網、中国に対してっていう、はい、そういう連携が生まれてますもんね。そうですね。前のトランプ政権の時はアメリカだけで中国と戦うぞという姿勢だったんですけども、はい、今のバイデン政権は日本とかオーストラリアとかインドとか、それからイギリスとかですね、その他のヨーロッパ諸国、こういった同盟国と一緒にやりましょうということで包囲網を築いていますから、はい、まあ、そんな関係で中国との関係というのは、日本もかなり真剣に考えなければいけないんだろうと思いますね。
そうしたさまざまなリスク要因がある中ですと、どうしてもマーケットはリスクオフに向けたその流れというのは気になるところなんですけれども、そのあたり整理していただきますと、はい、はい、皆さん例えば SP500 つい最近まで市場最高値更新だったよね、はい、リスクオフとか言ったってそんなに崩れてるわけじゃないよねと感じかもしれないんですけども、実はアメリカのマーケットの中をよく見てみると、もうすでにリスクオフ、ちょっとリスクが高い資産からお金を引き上げようという動きが出てきてるんですね。出てるんですね。で、はい、でそれを示すグラフを2つお持ちしてるんですけども、1つ目は SP500 の動き、まあ、これ堅調ですよね。最近崩れたとはいえ堅調なんですが、あと2つ ETF の値段を取っています。で、1つは IPO 銘柄に投資をする ETF、はい、もう1つ SPAC、 あの特別買収目的会社といって、はい、空の箱を上場して、その空箱が非上場企業を買収して上場させるという、ちょっとあのマジックのようなものなんですけど、それも一時脚光を浴びてですね、それに投資をする ETF の値段なんですが、あの今年、去年の2月ぐらいまでは結構そういった IPO 銘柄とか SPAC のパフォーマンスが良かったんですけども、一回崩れて、さらに去年の11月ぐらいから直近にかけてだいぶ価格が落ちてるんですね。はい、IPO 銘柄とか SPAC とかもしかすると高い収益が期待できるのかもしれないけど、ちょっとリスクが高いから、はい、そういう投資対象よりは安心できる普通の企業に投資しましょうねという資金シフトが起こっていると思います。そうなんですね。ただもう一点グラフを持ちしているんですけども、はい、アメリカでラッセル2000という小型株の指数があります。はい、でこれと大企業の SP500 のパフォーマンスを比べると、やはり11月からラッセル2000が崩れてきちゃってるんですね。本当ですね。はい、で小型株、小さい会社だったら成長性が高いので長期的には有望な投資対象だと思います。はい、でもリスクも高いのでちょっと怖いから、小型じゃなくてよくみんな知ってる IBM とか、それからアップルとか、はい、みんなが知ってる会社、安心なできる会社にお金を移そうよという動きが出ちゃってるんだと思うんですね。従来型の大企業ですね。はい、で実は日本でも似たような動きが起こってまして、はいはい、去年の12月に結構新規上場、新規公開銘柄多かったですけど、はい、ちょっと初年に比べると株価が冴えないよねっていうものも多くなったし、はい、だからこのところ小型株ということではマザーズ指数が崩れてますね。そうですね。はい、投資の中でも投資大型株指数と小型株指数比べると大型はまあいいんですけど、小型がやっぱり冴えなくなっちゃってるんですね。もしかすると日本でも同様に株式市場の中でリスクを避けて安心できるものにお金を移そうと、はい、でこれがもっと進展すると株式市場全体もリスクが怖いから、債券や現金などにお金を引き上げようという動きが起こってしまって、はい、そうすると主要国の株価が崩れてしまうのかなということを見込んでいるんですね。これは今年2022年の前半においてという見立てですか、馬淵さん。はい、結構早くリスク要因が出てる気はするので、はい、だから早めにリスク要因が全部出てしまって、はい、株価が十分に調整してあく抜けしてくれると、かえって後半は株価が戻ると思うんですね。あ、そうですか。はい、世界経済自体が回復しているということはさっきも言いました、はい、あの勢いは衰えて回復はしているよ、企業収益も増益とは崩れるまでいかないと思うので、はい、悪いものが全部得るとよく見てみると株価もだいぶ安くなるし、日本もアメリカもヨーロッパも企業収益が拡大してるよね、じゃあ株価は上がっていいよねっていう形が、明るい形が今年の後半は出てくると思います。そうなると前半のどのあたりのタイミングでアク抜けがうまくいくか完了するかっていうところ、そこポイントですね。そうですね、なかなか見極め難しいですけど、まあ、一番安いところで買うのは無理、諦めて結構下がったら、ね、もうちょっと下がってもいいやと思って買っていくというのがいい。ああ、そうですか。でも一度やはりそのあたり調整した上で後半に向かうっていう、そういう流れになるんでしょうね、これだけリスクがあると、はい、ちょっと一本上昇の上昇は難しいかなと残念ながら思って。わかりました。2022年整理できました。前半から後半に向けた流れっていうところですね。はい、そのあたり含めて馬淵さんって毎年、まあ、これあのずっと続けてらっしゃるセミナーが、ご自身のセミナーがありますね。今画面にも出てきてますけれども、はい、セミナーの予定、はいはいはい、明日1月4日の東京浜松町のものはすいません受付しみっちゃったんですけども、はい、その他大阪名古屋とかウェブセミナーもあります。
って、はい、これはブーケドフルーレットとかカタカナでブーケ、ひらがなでマブチって入れていただくと、はい、うちの事務所のホームページが引っかかってきますので、はい、そこのセミナーの日程からリンク先を見つけていただいてお申し込みいただければと思います、ね、大阪にも名古屋にもマブチさんいらっしゃるということですね。はい、お邪魔かもしれませんが寒いダジャレを抱えていきますので一段と気温を下げるかもしれませんけど、いやいや、それがないとまぶしさんじゃないので、はい、今年もよろしく。私はダジャレだけだということですねよくわかりました。まぶしさんならではの提出で今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、はい、また引き続きこの番組ご登場いただけたらと思います。はい、嫌でなければ呼んでください。よろしくお願いいたします。まぶちはるよしさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。2022年の展望についてじっくりとお話を伺うことができました。前半と後半でちょっと見立てを変えた方がいいという感じですね。前半でどれだけリスクをこう消化できるか、そしてそれがマーケットのアク抜けにつながるか、アク抜けしたところだとやはり後半は比較的戻すような展開になるんじゃないかっていうところを馬淵さんの見通しとして解説していただきました。ありがとうございました。さあ、そして来週のゲストなんですけれども中島健吉さんのご登場ということになります。それでは来週のこの時間までさようなら。